こんにちは。赤尾です。本日は昼の作業用怖い話207をお送りいたします。では、早速。昼怖この話は、男友達4人でキャンプに行った一致の恐怖体験である。1年前に仲間内で、とある山へキャンプへ行った時の話をしようと思う。大学が夏休みに入る少し前、高校の頃からの仲間の A から電話があった。A とは進学先が別々になって、実際に会う機会も減っていたが、時々こうやって電話が来ている。その時の話は、高校の頃のいつもの仲間で集まって、久々に何かしないか、という内容だった。夏休みに入ってすぐ、俺たちは A のアパートに集合した。メンツは俺、A、それと B と C の4人、高校の頃特に仲の良かったメンバーだ。最初は近況などを話していたが、そのうち本題になり、さて、何をしようかということになった。が、集まっても何も案が浮かばない。そうこうしていると、話に加わらず A の PC で何かをしていた C がおもむろに。Google マップで適当に見つけた場所に、キャンプに行かね？と言い出した。俺と A と B が、はぁ？と言うと、C は結構大真面目に。いやいや、面白そうだろ。目的地もランダムで全く知らない場所にキャンプ行くんだぜ。と得意げだ。でもまあ、確かに行き当たりばったりは面白そうではあるかもしれない。俺がそう思っていると、B もそう思ったのか。よし、じゃあ、キャンプ場で検索してみようぜ。と言ってきた。すると C が。それじゃつまんなくね。いっそそういうキャンプ場とかじゃなくて、本当に人気のない山奥とか、そういう場所にしね。と言い出した。確かに面白そうだ。俺たちはその時そう思った。そして、適当に山っぽい場所をあちこち探し回っていると、周囲に人家もなく、ただ林道らしき道が一本通っているだけの場所を、中国地方のある場所に見つけた。拡大してみると、川べりで少し開けていてキャンプにも最適そうに見える。俺たちは東日本出身だ、西日本方面のことはほとんど知らないし、地理的にも立地的にも俺たちの理想に合致しているように見えた。キャンプ地はその場所に決定した。当日の朝、C がバイトして買ったというボロい軽に乗り込み、俺たちは出発した。そして、その日の夕方には目的地近くに到着した。その日は近場にあったスーパー銭湯のような場所で食事と風呂を済ませ、そのまま近場の公園のベンチで寝た。翌日、近場のコンビニやスーパーで3日分の水や食料を買い出しし、俺たちは目的地へと向かった。携帯で地図を確認しながら山道をどんどん進んでいくと、とうとう携帯の電波が届かなくなってしまった。が、今まで通ってきた道が検索した時に見つけた林道だったので、そのまま道なりに進むと、すんなりと目的地の開けた場所に到着できた。現地に着いてみると、その場所は Google マップの航空写真で見るよりも、ずっといい場所だった。すぐ横に川が流れていて水も綺麗だ。それに川沿いの開けた場所はかなり広く、ジメジメ感もまるでない。俺たちはすぐにキャンプの準備を始めた。車から荷物を運び出し、テントを立て石を並べてかまどを作り、焚き火を集めたり雨対策にテントの周りに溝を掘ったりしたのだが、早めに到着したこともあり、午後2時過ぎ頃には全ての作業が終わってしまった。しばらく川に石を投げて水切りなどをしながらグダグダしていると、A が。暇だしちょっと周りを探索してみないか？と言ってきた。暇だった俺たちは特に反対意見もなく、そうすることにした。川が狭くなっているところから対岸に渡り、来た時から見えていた対岸の砂利道を上へ上へと進んでいった。しばらく進んでいると、横道がありその先の森が開けて、白いコンクリート製の壁の小さな建物が見えてきた。その建物は1階建ての長方形で、山の中にポツンとあるにしてはやたら小綺麗なのだが、一見してどういう目的の建物なのかさっぱりわからない。窓も少なく、その窓もすべてブラインドが閉じていて中を伺い知ることもできなかった。何かの管理事務所のようにも見えるが、その割には他に建物らしきものも周囲にない。俺が、なんだこれ？家じゃないし、何？と言ったが、
誰も何なのかさっぱりわからず答えは返ってこない。とりあえず俺たちはそのまま周囲を探索してみることにした。探索してみてわかったのだが、この建物はどうも、少なくとも今は使われている痕跡がないらしいことだけはわかった。理由は簡単で、表の方は砂利が敷いてあるので目立たなかったが、裏の方は雑草が生い茂り、明らかに何年も放置されているのがわかったからだった。すると、表の方にいた A が、おい、こっち来てみろ。と俺たちを呼んだ。A のところに行ってみると、なんと A は建物のドアを開けていた。ちょ、お前、さすがにそれはまずくないか？鍵とかかかってなかったのか？というと、A は楽しそうに。鍵かかってなかったぞ、ドアノブ回したら普通に開いたし。と悪びれる様子もなく返してきた。そして俺も。でもこの建物、明らかに廃墟じゃね？鍵は元から開いているんだし、ちょっと入るくらいならいいだろ、何の建物か興味あるだろ？俺がそう言うと、A も同意してきたし、B と C も本気で止める様子はなかったのか。ちょっとくらいならいいか。と返してきた。俺たちは中に入ってみることにした。中に入ると、室内には調度品のようなものや家具のようなものは何もなかった。長いこと放置されているようで、部屋の中は非常に埃っぽい。10畳分くらいの長方形の部屋があるだけなのだが、変わっているのは、部屋の真ん中に下へと続く階段があることだ。4人とも黙り込んでしまった。この状況、流れ的に今さら下に行かないわけにはいかない。問題は誰がそれを言い出すかなのだが、こんな怪しい建物の、しかも地下へと続く階段、あからさまに怪しすぎて誰もその一言を言えないでいた。しばらくの沈黙の後、最初に B が口を開いた。下真っ暗だよな。懐中電灯ないし、装備整えて明日でいいんじゃないか。もっともない意見だった。そしてこの提案をした B に、俺は心の底で感謝した。しかし、C が唐突に。明かりなら携帯画面で十分じゃね？しかも A もそれに同意のようだ。俺と B はここで断れば、確実に二人にヘタレとからかわれるのが目に見えていた。ぶっちゃけ怖かったが、四人で下へと降りていくことになった。階段はそんなに長くなかった。下に降りると、真っ暗でよくはわからないが、どうやら6畳くらいの正方形の部屋のようだ。上と違うのは、なぜか部屋の真ん中にユニットバスのバスタブが置いてある。部屋の中にはそれ以外何もないようだ。バスタブの中を携帯の明かりで照らしてみると、中で何かを燃やしたような痕跡があったが、燃やしたものは取り出したのか、黒い巣があるだけで他には変わったものは何もなかった。俺たちは拍子抜けしてしまい、なんだこれだけか、とキャンプしている場所に戻ることにした。階段を登るときに、俺は何と説明したらいいのか、一瞬人の気配というか、後ろから誰かが顔を近づけると気配でわかるよな？あんな感覚を感じた。驚いて後ろを振り向いたのだが、最後列の俺の後ろに誰かいるわけでもなく、上の3人が、どうした？と声をかけてきたが、俺は何でもない、気のせいだとそのまま階段を登った。キャンプ地に戻ると、結構時間が過ぎていて、もう夕方の5時近くになっていた。俺たちは夕飯の準備をして飯を食った。その晩、俺たち4人は焚き火を囲んで、あれやこれやと取り留めのない話をしていたのだが、ふと気づくと B が、やたらと背後を気にして何度も後ろを振り返っていることに気がついた。俺が、B、どうした？なんかいるのか？と聞くと、B は、あ、いやそれが、いやなんでもない。と言うと黙ってしまった。なんか変な反応だ。他の二人も気になったのか、まず A が、おい B、なんか気になることあるなら言えよ、余計に気になるだろ。と言うと、C も、変に隠すと逆に怖えよ。と冗談半分に言った。すると B が、ほんとなんでもないから、ただちょっとなんか視線を感じるんだよ。でもどう考えても気のせいだろ。俺たち以外に人の気配ないし。と言い出した。確かに変な話だ。でも俺もさっきのことを思い出して少し気になり始めた。A と C も気になったのか、全員で懐中電灯を持って周囲を確認することにした。懐中電灯であちこちを照らしてみたのだが、やはり人影も動物らしき姿も何も見えない。すると C が、
うほ。と声を上げて俺の方へ振り向いた。そして、俺に。今お前、俺のすぐ後ろにいた？と変なことを聞いてきた。もちろん俺はそんなことはしていない。Cには近づいてないことを伝えてCに事情を聞くと、昼間俺が感じたのと同じように、自分のすぐ後ろに人の顔があるような、そんな感覚を感じたらしい。何かおかしい。俺がそう思っていると、一人で川の方を見ていた A が。おい、なんかおかしいぞ、ここなんかいるぞ。と、俺たちの方にやってきた。俺は、なんかってなんだよ、はっきり言えよ。と言うと、A はなんだかわからないのだという。なんだかわからないが、とにかく視線と気配をさっきからずっと感じるんだという。全く要領を得ない。拉致が開かないと思った俺は、とりあえずテントに入ろうと、三人に促しテントに入ることにした。良質な話に出会えて嬉しいのか、本日もスレミンたちはワクテカしております。テントに入り、少し落ち着いたので俺は昼間のことを三人に話した。すると A も B も同じ感覚を感じたらしい。要するに4人とも背後に誰かいるような、そんな気配を感じていたのだった。しばらくの沈黙の後、C が。ここなんかヤバくないか？車近いし、ひとまず荷物は昼間になったら取りに戻るとして、車で麓まで降りないか？ A も。その方がいいかもな。あの建物、なんかヤバい場所だったのかも。と、普段は結構強気な A とは思えない口調で言い出した。B もやはり A や C と同意見のようで、どうせ荷物が盗まれるようなことはないだろうし、ひとまず車まで行くことにしようと決まった。その時、外で風が吹いて、木々がざわざわと鳴り出した。そして、そのざわざわという音に混じって何かが聞こえてきた。耳を澄ますと、よく聞き取れないが風に乗って人の声のようなものが聞こえてきた。何か歌ってるような、そんな声だった。本格的になんかやばい。俺はその時そう感じた。俺たちは意を決してテントの外に出た。そして、早足に車へと向かった。その時、B が車の方向に何かを見たらしい、らしいというのは、俺たちには何も見えなかったからだ。B は突然立ち止まり、ガタガタ震えながら進行方向を指さすと。うわぁ。と叫びながら車とは逆方向、川の方へと走って行ってしまった。俺たちは、おい B 待てって、ちょっと止まれ。と言いながら B の後を追った。B はそのまま川を越えると、さっきの砂利道を建物とは反対方向へと走っていく。とにかくわけもわからず B を追いかけた。しばらく走っていると、B は一瞬立ち止まると90度方向を変え、道ではない場所を沢の方へと降りていってしまった。俺たち三人もその後を追う。しばらく懐中電灯を照らしながら、道ではない場所を走っていると、俺は足を踏み外し、くぼみのようになっている場所に落ちてしまった。背中を地面にぶつけて、少しの間呼吸ができず、うめきながら起き上がると、遠くに B を呼ぶ A と C の声がする。どうやら俺が落ちたことに気づいておらず、そのまま進んでしまっているようだ。俺は手足を動かしてみた。怪我はしていないようで、背中をぶつけた痛み以外に痛い場所はない。その間に A と C の声も聞こえなくなってしまった。とにかく上に上がらないと。そう思った俺がくぼみを登ると、また背後に気配を感じた。恐る恐る後ろを振り向き懐中電灯を照らした。何もいない。なんとなくほっとした。よたよたと歩きながらとりあえず B たちが駆け下りていった沢の方へと歩き出した。沢に降りるとみんなを探さないとと思い。おい、A、B、C、いるかと大声で叫んでみた。が、反応はない。するとまた背後に気配を感じる。そして、今度はそれだけではなかった。風に乗って、さっきキャンプ地で聞いたのと同じ、何かが歌っているような声がまた聞こえてきた。そして、まだ内容はよくわからないが、さっきよりも近くはっきりと聞こえるようになってきている。暑さとは違う嫌な汗が全身に吹き出してきた。歌声はだんだんと近づいてくる、恐怖心を振り払い背後を振り向くと、暗闇を懐中電灯で照らした。しかし、やはり何もいない。歌声はさらに鮮明に聞こえるようになり、ほんの20メートルか30メートル先にまで近づいてきたのだが、なぜかその時動けなかった。
動けずにいると、歌声はもうすぐそばまでやってきた。なぜか未だにどんな歌詞で歌っているのかさっぱりわからないが、かろうじてどうやら、何かの民謡のようだということだけわかった。混乱して辺りをキョロキョロしながら懐中電灯で照らしまくっていると、周囲に複数の気配を感じた。だが、気配は感じるのだがどこにも姿が見えない、姿が見えないのに、明らかにそこに何かがいるのだけはわかる。意味がわからない。俺は恐怖心と暗闇に一人というこの状況で、完全に冷静さを失っていた。その時、俺のすぐ後ろで誰かが何かを囁いた。囁く時の息の生温かさすら感じた。今まで感じたことのないような恐怖心を感じながら、後ろを振り向き懐中電灯を照らした。が、やはりそこには何もいない。何もいないのだが、はっきりと目と鼻の先に、何かの息遣いを感じた。もう限界だった。俺は歌声のする方向とは逆方向に全力で逃げ出した。木の枝や茨のようなものが体に当たり、あちこちに小さな傷ができる。それでも俺は走るのをやめなかった。そして、どれくらい走っただろうか、結構広めの舗装された道路に出た。道路に出る頃にはもう歌声も気配もしなくなっていた。俺は少し安心して、もしかしたらと携帯画面を見てみたが、まだ圏外のようだ。仕方なくその道を当てもなく歩き始めた。広い道なので、歩いていればいずれどこかに出るだろうと思ったからだ。しばらく歩いていると、後ろの方から車の走る音が聞こえてきた。助かった。そう思って待っていると、遠くから車のヘッドライトが見え、だんだんとこちらへ近づいてくる。目立つように少し道路の真ん中に寄ると、俺はありったけの声で、助けてください。と叫び続けた。車がもうすぐ近くまで来るという頃、異変が起きた。誰かが俺の両足首を掴んでいる。俺はかなり強く掴まれ、足が痛い上に身動きが全くできなくなってしまった。それでも大声で叫び続けた。そうしなければ、この車を逃したら。そう思うとそちらの方が恐ろしかったからだ。とうとう車は目の前まで来た。そして、急ブレーキを踏んで俺のすぐ前で停車した。車はいかにも高そうな外車で、中から怒鳴り声を上げながら、あからさまにそっち系のおっさんが出てきた。普通ならこういう人たちとは関わり合いになりたくない。だが、今は非常時だ。この後はどうなってもいい。俺は心底そんな気持ちで、おっさんに車に乗せてほしいと頼むつもりだった。おっさんはドアを開けながら怒鳴り声を上げていたのだが、急に俺の背後を見ながら顔を引きつらせ、大急ぎでドアを閉めるとそのまま走り去ってしまった。え？俺は呆然とした。まだ足は掴まれたままだ。背後に何かいる、それだけはおっさんの反応でわかったのだが、恐ろしくて後ろを振り向けない。すると、背後から霊の歌声が聞こえてきた。そしてそれだけではなく、何か強烈な腐臭も漂ってくる。俺はありったけの力で足を動かそうとしたが、動かない。そして、体をひねらせた拍子に体勢を崩しその場に倒れ込んでしまった。それでも、恐ろしくて背後を見ることができない。しかし、幸運なことに転んだ勢いで、足を掴んでいる手が離れた。そのまま這うようにその場を離れると、起き上がり全力で走り出した。この時、俺は背後を振り向き何かを見た、それは間違いない。そしてそれに、今まで感じたことのないような恐怖心を感じたのも間違いがないのだが、今思い返してもなぜか何を見たのかが思い出せない。これを読んでいる人はおかしいと思うのだろうが、そうとしか言いようがない。何か恐ろしいものを見たという記憶しかなかった。多分1キロ以上は走ったんじゃないかと思う。ポケットに入れていた携帯が突然鳴った。どうやら携帯のつながるところまで降りてきていたようだ。電話に出るとそれは A だった。電話越しに C の声もする。A が。おい、大丈夫か？今どこにいる？と、かなり心配しているようだ。俺はとりあえず無事なことと、広い道に出ていることを伝えると、B はどうなった？無事なのか？と聞いた。A によると、B も無事で、3人で一緒に資材置き場の駐車場のような場所にいるらしい。話を聞いていると、どうも俺と同じ道を下ってきていたようで、電話をしながらしばらく歩いていると、3人が見えてきた。
キャンプ地を逃げ出してからかなり時間が経っていたのか、空が白み始めている。三人に合流すると、B は駐車場の縁石に座りぼーっとしている。とりあえず俺はみんなにはぐれた後のことを説明した。すると B が、そう、それだ、俺が見たのも。と言ってきた。姿形は全く思い出せない、でもそこに、何か恐ろしいもの、がいたのだけははっきりと覚えているんだという。A と C にそういうのを見たか聞いてみたが、二人はそういうのは見ていないという。ただ、B を追っている最中に、ずっと背後に気配と視線は感じていたらしい。話しているうちに日が昇り、周囲が明るくなり始めた。俺たち4人は携帯の地図で場所を確認すると、どうやらキャンプ地から大きく回り込んで、別の峠の方に来ているようだが、歩いて戻れる範囲ではあるようだ。本当は戻りたくないのだが、荷物も車もそこにある。戻らないわけにはいかない。俺たちは3時間かけて、キャンプしていた場所まで戻った。戻ってみると、一見何も変化がなく、荷物もテントも車も来た時のままだ。しかし根拠はないが、4人とも、またあれが来るんじゃないか、と内心ビクビクだった。中の荷物をまとめようと俺がテントに入ろうとした時、中からあの強烈な腐臭がしてきた。俺は、うわっと声を上げて尻餅をついた。別のところで荷物をまとめていた A、B、C が何事かと寄ってきた。俺が、やばい、なんかテントの中からあの匂いがする。と言うと、真っ青な顔で B が、マジか。と後ずさりした。A が、とりあえず外から中を探ってみるしかなくね。と同様気味に言ってきたので、外から棒でつついたり石を投げたりして内部の反応を見てみた。しかし、何の反応もないし気配もない。C が恐る恐るテントの窓を覗き込むと、見える範囲には何もいないっぽい。と言ってきた。俺は夜決してテントの入り口を開け中を覗き込んだ。中には俺たちの荷物がそのままだ。パッと見た限りでは匂い以外におかしなところは何もない。ただ、よく見るとテントの中央あたりが黒くすすけている。まるで何かそこでぼやでも起きたような色で、特にそのあたりの腐臭がひどい。俺たちはなるべく匂いを嗅がないようにしながら荷物をすべて外に出すと、テントを川で念入りに洗い、匂いを完全に洗い落とし、荷物をまとめると早々にその場を逃げ出した。帰り際、麓の小さな町でそれとなくいろいろ聞き込みなどもしてみたのだが、結局あれが何なのかはわからなかった。というより、山そのものに、いわくも何もなかった。と言った方がいい状態だった。その後、俺たちには特に何も起きておらず、結局あの晩に起きたことの真相は、今現在まで何もわかっていない。ただ、今でも俺は少し暗闇が怖い。常にではないが、たまに真っ暗の闇の中から、あの何か気配や歌声が聞こえてくるんじゃないかと、不安になる時がある。以上、これが1年前の出来事のすべてです。一致の話も終わり、一致を称えるスレミンたち。しかし、そんなスレミンたちとは対照に、心が荒んでしまっているスレミンも。その後もスレミンたちの話は続きました。俺の住んでた土地の話を聞いてほしいです。今から10年前の話になります。一応、書き溜めてます。長くなると思うけど勘弁してください。先に言いますが、オカルト関係になると思います。お買い立てしようかと思いましたが、こっちの方が好きだから、こっちで書かせてほしいです。では、勝手に書いていきますね。俺の住んでた場所はど田舎、場所は伏せる、なんだけど、変わった祭りがあるんです。選ばれた人は真っ赤な着物を着て、真っ黒なお面をして踊るんです。どうやって選ばれるのかは知りません。毎年お盆になると、16歳の人が選ばれる。性別は関係ないみたい。決められた人がその家まで来て、指名するみたいな感じだった。もうわかると思うけど、その役目に俺が選ばれました。別に霊感があったりするわけでも、
特別な才能だったりするものは全くないです。すでに怖えー。見てる。ありがとうございます。盆の一週間前に、夜の10時ぐらいにチャイムが鳴りました。出たのは母親なんですが、それからリビングに俺が呼ばれた。年配の男性、これ以降 A さんにします、と、巫女さんみたいな人がいてた。俺が入ると、A さんが深々と土下座、みたいな感じで挨拶してくれたのが印象的でした。それから話を聞いたんだけど、要約すると、あなたは、神になる。それで、もう一人の神様と踊ってもらう。ということらしいです。踊るっても、火の周りを回るだけなんですけどね。それを深夜の2時から始める。踊るのは多分30分ぐらい。止められるのを待つ。A さんから聞いた話によれば、とある神様が来るらしくて、俺がそのお相手になって一緒に踊る。ということでした。神様が気に入れば踊る時間が長くなる。気に入らなければ早く終わるらしく、別に気に入らなければ殺されるとかはないです。上手い下手も関係なくて、重要なのはそこにいると信じることと感じること。それに合わせて動いてあげることらしい。その神様の名前は、言えません。A さんに名前が書かれた紙を見せてもらいましたが、それを書くことは禁じられてます。ですから、申し訳ないですが書けません。一つだけ言えることは、多分、日本語っぽくないですね。アラビア語みたいな感じだったのかな。小さい子が好みそうな語感の？多分、聞いても発音できないです。この祭りは、誰でも参加できるわけじゃなくて一部の人たちだけ。しかも、外からは絶対に見られない。存在自体は知ってたけど、参加したことも全部を目撃したこともないです。親からすれば、ふーん、みたいな空気でした。母親は、そんな遅くに行かせられないと初めは反対していました。まあ、それも初めだけでしたが。後から聞いた話によると、いろいろともらえるらしいですね。ここは、察してください。それに A さんに、安全は保証します。と何度も言われたらしく、結果的には折れました。お盆まで特にすることはないです。しかし、その役になったことは言うなと念を押されました。当日になると、10時ぐらいに A さんと巫女さんが来て、本堂に連れて行かれました。そして、A さんに、これを着てください。って言われ、A が、陰陽師の阿部の生命が着てたような服を着させられました。その服は真っ赤。紐とかは白でしたが、もう真っ赤でした。実はここから書き溜めてないんです。面白くないと言われると思ったので。はよ。大丈夫だ、少なくても二人は見てるよ。だから、こっからは速攻で書きますね。結論から先に言えば、また神様が現れました。俺自身の見間違いかもしれませんが。お風呂で髪を洗っていると、曇りガラスの向こうに立ってました。だから、書こうと決めたんです。俺、全く同じ経験したわ。多分、同郷。やめてください。話すことは、禁じられているので。服を着させられた俺は、A さんと巫女さん、そして、神主さんが集まる本堂に通され、お経を聞かされました。だけど、お経じゃないです。何か、歌っぽい。多分、和歌っぽいです。それが5分ほどで、俺は中庭に通されました。通された先は大きな中庭で、太鼓と横笛を持ってる人が少しと、長い帽子をかぶった人、残りは手を合わせていました。多分、全員で15人ほどですね。真ん中に命で木が積まれ、そこに灯油がかけられ、俺が到着すると同時に火がつけられました。太鼓が叩かれると笛が吹かれ、また和歌が歌われました。では、踊ってください。事前に説明は聞いていたのですが、踊り方は聞いてないです。中庭は高い壁で囲まれています。そのせいか俺たちも見たことはなかったんですね。太鼓の音や笛の音だけは聞こえます。ちなみに、親は本堂すら通されません。で、黒いお面を渡されると、真ん中の焚き火、以外の明かりはすべて消されました。もう火しか見えないです。それをかぶると、太鼓や笛が一時的にやみました。黒いお面は本当に黒いです。少し光沢があって、口と目の部分だけに穴がありました。それ以外は何の装飾もないです。手触りは木でしたね。それをかぶると、A さんに言われた通りに左回りに3回、右回りに2回、そして、1礼。これを止められるまで繰り返します。踊れって言われても、意味がわからないんですよね。だって生まれてから今まで、踊ったことないですから。この役になった方は、個人個人の感覚で踊るらしいです。俺は盆踊りをイメージしてましたね。
それを多分10分ぐらい続けていると、体が熱くなってきたんです。だけど、鳥肌が立ってきました。わかるんですよ。火を真ん中にして、向こう側に何かいるんです。なんか俺の場合と違うな。似てはいるが、踊ったのは全部で4人いたし、俺以外は明らかに年下、子供だった。それは、僕と同じペースで踊ってるんです。それが現れて数十秒すると、また太鼓が叩かれ笛が鳴り出しました。ここで、火の向こうにいるのが俺以外にも見えているんだ、と確信しました。そうすると不思議なもので、怖くないんですよね。俺も奇妙な体験をしてるのが楽しくなってきて、飛んだり跳ねたりしてました。しかも火の向こうにいるのも、連動して跳ねたりするんです。ぶっちゃけると、楽しかったです。終始体が熱く、鳥肌全開でしたが、俺が飛べば火の向こうのやつも飛ぶ。一心同体でしたね。だけど、目が慣れてくるとすぐに理解できました。火の向こうにいるのは、顔だけなんです。体がなくて顔だけが動いてるんです。ここで死ぬほど鳥肌立ちました。目の前で踊ってるのは、人間じゃないと、理解すると恐怖が襲ってきました。長野か？え、びっくりしました。そこはノーコメントにしますね。すみません。全く同じ動作をしてた火の向こうのあれは、俺と違う行動をし始めたんです。顔がカタカタ、と揺れ始め、前後ろに揺れ始めたんです。もう、失禁しそうでしたよ。足元は砂利で、動けば音がするんです。だけど、俺が動いた時にしか音はならないんです。あまりの恐怖に逃げ出そうと思いましたが、逃げたら何が起きるかわからないため、ひたすら無心で踊りました。だけど、いくら時間が経っても止めに来ないんです。終わったら A さんを殴ってやろうかと。自分の感覚ですが、もう1時間以上踊ってましたね。さすがに疲れも出てきます。その間にも太鼓は一切止まないから、そこは安心できましたが。踊ってる最中も火の向こうの顔は動いてます。目が慣れてくるとだんだんと顔が鮮明になってくるんですよ。細い目があって、耳があって、髪の毛があって、鼻があって、口があって。女性でした。髪の毛を後ろでくくった。若い女性でした。笑いながら、顔を動かしているんです。ずっと見えていたの？見え始めてから、ずっと見えてました。顔を動かすので、時々見失いましたが、でも輪郭だけの時は、慣れてくると怖くなかったですね。顔がはっきり見えきた時から、顔は目線を合わせてくるんです。俺もそれが怖くて、視線を外そうとするんですが、視線が離れないんですよ。目を合わせてるとわかるんですが、本当に一心同体になるんです。アイコンタクトって言うんですかね？相手の動きが理解できるんです。相手の体がないんですが。そんな霊的な体験はなかったな。確かに厳かな雰囲気はあったけど、違うのかな？てか長野じゃねえし。俺も長野じゃないです。本当に当てられそうなので言いませんが。それからは俺が踊ってたんじゃないです。説明難しいですが、疲れもマシになりましたし。踊らされてる感じはありましたが、苦ではなかったです。ちょっと、楽しかったかも。そして、突然、すっと顔が奥に引っ込んで消えると、A さんが俺を抱くように止めに来ました。その瞬間、体が崩れ落ちましたね。いつの間にか、太鼓や笛も止んでました。それから、休憩室に連れて行かれ、お面を外されました。不思議なことに、体が動かないんですよ。ああ、僕の体取られたんですか？というと A さんは、ん？と言って笑っていました。そして、間を開けずに、冗談。でも、少しの間貸してあげてたんですよ。と落ち着いた声で言ってきました。今思えば、ぶち切れてる冗談ですが、その時は苦笑いしてました。それから A さんに色々と聞けました。この土地には神様がいる。それは、昔々にとある巫女がいて、踊りが大好きだったらしい。その踊りには力が宿ると言われ、事実、その土地は栄えた。だけどその踊りには、人だけでなく魔物も引き寄せた。そして、ある事件が起こった。子供が一人、惨殺された。それが、巫女が引き寄せた鬼の仕業と言われ、踊りを禁止にされた。だけど、また子供が消えた。もう鬼が住み着いたと言われ、村人はある暴挙に出た。巫女近くの山で魔物が活発化する2時から、踊らさせると、数時間踊らせた。そして、疲れ切った巫女の首から切り落として、鬼に食わせた。という話でした。
その後、子供を殺したのは人間で、巫女は無実だったことがわかると、村人はこの祭りを考えたらしいです。実は、A さんは巫女の血縁関係にあたるらしい。そして、その隣にいたあの巫女さんは、もしもの時のおとりらしい。実際に、巫女の踊りは魔物も引き寄せた。そして、もしも神様となった巫女が怒ったら、その時に、正直、それ聞いて、笑えなかったです。A さんがいろいろと教えてくれ、最後にこう言われた。君は相当気に入られた。踊ってたのは1時間半。最長だ。最短5分で終わった。君とあの神様は一体化していた。笑ってたのも楽しかったからだと思う。黒いお面をつけるのは、君が離れ離れになったからだとなる、イコール、君が神になる。私たちから見れば、黒い仮面をかぶった君たちは、闇夜に溶けて、首がないように見える。とのことでした。でも、それは踊ってる時にも感じた。本当に楽しそうだったから。一応終わりです。ありがとうございました。今はどこに住んでんの？今は関西です。大学が関西で、そこで就職しました。風呂場に神様が来た話詳しく。先日、俺が一人で髪の毛を洗っていると、曇りガラスの向こうにいました。だって一人暮らししてるのに、曇りガラスの向こうに顔だけあるって、俺の見間違いかもしれません。ただ、ここに書くことのきっかけにはなりましたね。おつ。生首と首なしが踊ってたのか。それは怖いな。いっち、おつ。それから二日後、いっち、別スレにて後日談を語ってくれるようです。俺の住んでた土地の話を聞いてほしいってスレを立てたものです。いろいろと進展があったので、聞いてください。って言っても、すべて後日談ですが。お風呂場で神様が現れたのがやっぱり気になって、親に電話したんですね。すると、私たちは何も聞かされてない。ただ、神様にお祈りするだけだと聞いている。と言われました。実際に親には何も話してないです。A さんは、話したかったら話してもいい。ただ、興味本位で無意味に広めると、君にもその人にも良くない。と言われましたから。まあ、それを信じるのもどうかと思いますが、あんな体験をしてるんで、俺もそれを信じちゃいました。詳しくは言えないんだけど、こんなことがあってさ。と母親にいろいろと話しました。当初は、何をバカなことを。的な感じでしたが、お風呂場に出てきたというと、なんで黙ってた？実害があるなら、おじいちゃんに聞いてみ？と言われたので、電話で聞くことに。見てくれてる方いらっしゃるのかな？聞いとるよ。見てるよ。よかったよ、前のやつ不完全燃焼だったからさ。電話でおじいちゃんに電話すると。いや、俺も知らん。でも、その神様の話は、年寄りたちなら結構知ってる。とのこと、何にも情報は得られませんでしたが、最後におじいちゃんが、でも、その話には抜けてる部分がある。その後の村で、首なしの死体がたくさん出た。村人は、怒った巫女を鎮めるためにその祭りを始めたんじゃないか？とも言ってました。話を聞きに、また行ってみたらどうや？と言われました。多分、おじいちゃんは信じてないですね。笑ってましたし。それで、実際に行ったんですよね。今の住んでいる場所が、関西だと前回行ってあるので移動距離は言えません。車では少し時間がかかりますが、割と頻繁に帰ってます。やっぱり田舎者は、田舎が一番落ち着きますから。それから実家によると、少し遅めの昼食を済ましました。それから、そのまま50メートル先のおじいちゃんの家にも挨拶に行きました。祖母はすでに他界し、おじいちゃんは一人で広い一軒家に住んでます。おじいちゃんは、何も聞いてないの？と尋ねると、祭りがあることと、その昔話は知ってる。だけど実際に見たことはない。でも、そういう話は簡単に広まる。そう広い土地でもないしな。と言ってました。結局、収穫はなかったです。おじいちゃん自身も、おひれがついた噂話はそんなもんだと笑ってましたし、こっちに帰ってきた時点で本堂に向かう覚悟は決まってました。もう完璧に好奇心ですね。恐怖心はなかったです。それから晩までに帰ってくると、母親とじいちゃんに言うと、本堂、A さんも、じいちゃんもそう言ってたに向こうことにしました。昔と全然変わってなかったです。電話番号は知らないのでアポなし突になり、インターホンを押すと、若い女性の方が出てきました。すみません。A さんは、現在ご在宅でしょうか？
あ、はい。いますが、何のご用でしょうか？いえ、少しお話が聞きたくて。俺がそう言うと、女性は少し考えてから中に通してくれました。あちらからすれば、俺も不審者ですから仕方ないですが、中もほとんど変わってなかったです。鮮明に覚えているのは家紋、のようなものと、雰囲気はお寺でしたね。足元は石畳で、やっぱり全体的に広かったです。こちらでお待ちください。A は、足を悪くしていまして。こう言うと不謹慎ですが、亡くなってるものだと思ってました。初めに会った時は、40歳後半に見えたもので、少し廊下で待たされ、その後は室に通されました。お久しぶりです。俺です。おお、久しぶりです。元気そうで何よりです。今日は、どうされましたか？俺のことを覚えてくれててちょっと嬉しかったですね。後から聞いたのですが、全員の顔と名前だけははっきり覚えているらしいです。本当かどうかはわかりませんが。そこから世間話を少しして、神様がお風呂場に出てきたことを話しました。見間違いではないですか？そう A さんに言われると、わかりません。と言うしかなかったです。俺自身もあれ以来、見てませんから。巫女の踊りは、魔物を引き寄せると言いましたが、巫女自身に強い霊力があったからだと言われています。しかしあなたには一般的に言う、霊感などは全くないように思います。なので、あれで神様、巫女以外の何かを呼ぶことはないはずです。巫女の踊りはいろいろと受け継がれてます。しかし、役の方は個人個人のイメージでするように言ってますから、踊りにも引き寄せる力もないと思います。では、私が見たものは？それはわかりません。でも、祭りは毎年やってるんですよね。なら、異変とか何もないんですか？実はあの祭りは数年前から役がなくなったんです。やっぱり世間的にも良くないですし、それからは身内だけでやってます。神様を見れること自体が珍しく、役だけでなく、全員が見るとなるとさらに珍しいのです。私自身、あれだけはっきりと長時間見たのはあなたが初めてです。今だから言えることですが、本当に恐怖でいっぱいでした。あなたの親御さんに安全を保証している以上、何かあれば、と思いましたらかね。そう言って、A さんは苦笑いしてましたね。こっちは、笑う気すら起きませんでしたから。すみません。これで終わりです。書き終えてみると、進展してないですね。申し訳ない。では、ありがとうございました。結局不完じゃねえか。また何かあったら聞かせてよ。で、え、終わり？実際はこんなものです。死にそうになったりするのは、小説ぐらいなのだと思います。ここまで書いたら引き下がれないですね。言ってはダメだと言われたのですが、書きます。てめえ？隠してやがったな。多分、その神様と結婚するかもしれません。もちろん、形式的なものですが。結婚というよりは、一体化、ですかね？もしかしたら、祭りも今年で終わるかもしれません。俺自身は死んだりしないから大丈夫です。多分。ここから書き溜めてないんですが、簡単に A さんの話を書きます。ちょっと、待っててください。そう A さんに言われ、和室で待つことになりました。A さんは辛そうに立ち上がると、俺を通してくれた人と一緒に消えました。出されたカステラが本当に美味しかったです。それから10分ぐらいすると4人に増えてました。一目で分かったんですが、あのおとりの巫女さんもいたんです。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。簡単に挨拶を済ますと、細長いテーブルを挟んで4対1の構図に。就活時の圧迫面接を思い出しましたよ。やっぱり巫女さんも年を重ねて、綺麗になっていました。俺さん、もう一度、お話いいですか？え、あ、はい。中に入れてくれた女性、A さん、巫女さん、そしてお金持ちそうな男性が全員正座で俺の話を真剣に聞いてました。さすがに、すれ立てたことは言ってません。そういえばおとりってどの程度の意味合い、最悪首切るとか？俺もそこまで詳しくないんですが、本堂自体に結界があるから、そこまで強い意味はないと思います。多分本当に保険程度、的をそらす程度だと思います。それから、お金持ちそうな男性、B さんは何やら悩んでました。A さんは、完全に巫女さんと B さんの反応待ち。女性は空気です。ちょっといいですか？そう B さんが言うと、俺以外の全員を連れてまた消えました。一回目はともかく、二回目となるとさすがに怖かったです。それから数分で帰ってくると、巫女さんが開口一番に。お話があります。
と言ってきました。要約すると。おそらくですが、あなたは完全に好意を持たれている。しかし、疲れてるわけでも、守られてるわけでもない。あなたには力がない。もちろん、A さんにも。今の状態は言うなれば、神様の片思い。完全に置いてけぼりでした。ほらやっぱりいい神様かわいい。片思いですか？俺が聞き返すと、巫女さんは。簡単な例えです。悪気や悪意はないですので、安心してください。私にもあなたから神様を感じません。ですが、残りが、は感じます。何か、壁がコンコン叩かれるんですけど、やっぱりやめた方がいい気がしてきました。それで、あなたに頼みたいことがあります。もう、この時点でろくでないことだと察しました。あの神様は話の通り、人やこの世に対してプラスな感情を持っていません。下半身は鬼に食われ、首はしばらく晒されました。踊りだけが唯一の癒しと考えた私たちの先祖は、あれを生み出しました。私たちは踊れないのです。特に力を持った女性は、少し前は、この土地でないもの、旅行者などに踊ってもらっていましたが、神様の怒りが収まるにつれ、ここの土地の、私たち先祖と関わりのないものにあの役をしてもらっていたのです。と言ってました。かーたおーもーいー。あややにき、爆誕です。どうやら役を取らなくなってからは、役なしで演奏だけで済ませてたらしいです。A さんは、だから会いに来たのかも。と言ってました。巫女さんは、神様の思いを叶えてやりたい。のだと言ってました。先祖がしたことが許されるかもしれないとも。あえてわかりやすく結婚と言いましたが、結婚とするなら俺は、愛人的な役割らしいです。ここら辺はよくわかりません。今もどうするか話し合ってる最中なので、あちらからの連絡待ちです。話は以上です。ありがとうございました。今回も不完全燃焼ですね。申し訳ない。だけど、俺自身はやる気です。だけど死ぬのはまだ嫌です。本当に不謹慎ですが、半分は好奇心です。謝礼もあると言ってましたよ。鬼に食われた神様の下半身は、神様になってからも腹の中で焼かれ、無実の罪で殺された怨念ともともとあった力が混ざり、本当に強いらしいです。巫女さんは、あの儀式も呪いだと言ってました。先祖の業を終わらせるとも。俺が何かして、終わらせられたらいいです。未婚だし、素人童貞だし、割と怖くはないです。では、おやすみなさい。おやすみなさい。興味深い話だった。イッチ、オツ。その後、イッチからの結婚報告はなかった。以前住んでたマンションの一室。場所ははっきり書けないけれど、大雑把に言うなら、新宿、渋谷とも徒歩で行ける場所。駅は2路線使用か、歩いて5分もかからない。周辺は閑静な住宅街、しかも、緩やかな丘の上に立つ、5階建てマンションの最上階。眺望は抜群で、赤坂あたりまで一望できる。間取りは 2DK。日当たり良好な大きな窓に、結構広いベランダ。屋上は出入り自由で、夜になるとまるでデートスポットさながらの夜景が見れた。そんな高立地にもかかわらず、家賃は相場よりも5万ほど安い。好条件に目がくらんで速攻契約したのはいいが。おかしなことは、入居から1ヶ月も経たない頃から起こり始めた。一室を寝室、もう一室は、仕事場兼リビングとして使っていた。仕事をするのは主に夜。夕方から仕事に取り掛かり、気がつけばすっかり日も落ちていた。すでにディスプレイの光がぼんやりと部屋を照らすだけになっていた。まあ、いいや。自分以外には誰もいない。不便に感じることもないし、何より節約になる。と、そのまま薄暗い部屋の中、作業を続けることにした。それから何分経っただろう。夢中になりすぎて時間の感覚さえない。肩が凝ってきたので、大きく伸びを一つした。その瞬間、全身総毛だった。誰もいないはずの寝室から音が聞こえる。いやいや、そんなはずはない。ただの聞き間違えだ。なぜなら、この部屋には、隣人の部屋や上の階なんてものはないから、自分以外に音を立てられるはずはない。しかも鉄筋コンクリートのマンションで、こんなに音が漏れることはなかろう。仕事疲れで空耳まで聞こえるようになったか？そう思い、
部屋の明かりをつけ、少し休憩することにした。寝室と仕事場をつなぐドアは、開け放たれていたため、明かりが寝室に漏れている。でもなぜか確認するのが怖かった。空耳だと思うよう努めたが、今思うとあの音は、やはりはっきり聞こえたように感じるからだ。こんな都会なら、もしかすると、外から部屋の暗さに目をつけた空き巣かもしれない。鉢合わせになって殺されでもしたらたまったもんじゃない。どうしよう。この後の行動をどうしようか思案に暮れていたら、相当時間が経っていた。そうこうしているうちにだいぶ気持ちが落ち着いてきた。鍵はしっかり閉めていたし、第一ここは5階だ。侵入する手間を考えてみれば、空き巣だってこんなところを狙うはずはないだろう。あらぬ心配でガタガタ震えていた自分がバカみたいだ。時計を見たら12時を過ぎていた。そういえば次の日は火曜日。朝1でクライアントと打ち合わせだ。作業もキレのいいところまで進んだし、休憩と言わずこのまま眠ることにした。不意に目が覚めた。眠り始めてどれくらい経っただろうか。枕元の時計を見ると、午前2時を回った頃だった。やばいな、結構目が冴えてる。明日早いのに、このまま眠れなくなったらどうしよう。ため息をつきながら、壁際に向いた体を、くるりと部屋の方に向かって寝返りを打った。ちょっと待って。今の、なんだ?あ、足元の方に、天井から何かぶら下がってる。天井の板が剥がれた?いやいや、天井、コンクリートだし。全身から汗が吹き出た。心臓が口から飛び出しそうだ。夜のあの音といい。この部屋、誰かいる?でも、寝る前は誰もいないのを確認したし、引っ越したばかりのこんながらんとした部屋に、隠れる場所なんてどこにもない。じゃあ、何?見たくない、怖くて見れない。でも、このままじゃ不安でいても立ってもいられない。恐怖を押し殺し、布団の端からあれを覗き見た。何もない。やはり見間違いだったようだ。よくある、木金縛りの時に見ると言われる、幻覚だったようだ。しかし、その夜は興奮しすぎたためか、一向に眠くなることはなかった。打ち合わせには、寝不足の真っ赤な目をして向かうことになった。それからしばらくあのドキドキ体験は一度もなかった。ただ気になることといえば、なんとなく部屋の中が生臭い。常に臭うというわけでもなく、不意に臭ってくることがある。まあ、下水かなんかの匂いだろう。あまりひどくなるようなら、管理会社に電話してみよう。丸1ヶ月経った。次の日の火曜は、寝不足で挑んだ、打ち合わせ先のクライアントと会うことになっている。ここの担当者の都合で、打ち合わせは毎月最終火曜日という約束になっている。打ち合わせで使う資料を、その日のうちにまとめておかなければならなかった。夜半には終わるはずの資料作りが、作業途中のフリーズで、完了が伸び伸びになっていた。気がつけばそろそろ日付も変わろうかという時間。前回の寝不足目のことを考えると、こんな時間まで作業しなければならないことが焦りになり、食事も抜きで作業に没頭していた。しかし、この間の微妙に怖い体験を機に、夜は必ず電気をつけるようにしていた。え?またあの音だ。今度は間違えない。絶対に寝室で音がしている。手が震え始めた。仕事どころの騒ぎじゃない。電気もつけているし、空き巣なわけがない。でも、確実に誰かいる。恐怖でたまらず、部屋の鍵と携帯を取り、そのまま駆け足で外に出た。大急ぎで1階まで降り、震える手で、ようやく近所に住む友達に電話した。もしもし。私、〇〇だけど。音がしたんだよ。寝てる部屋から音がしたんだよ。どうしたの?そんなテンパった声出して。音って言われても、何がなんだかわかんないよ。とりあえず落ち着いてよ。家に私しかいないのに、音が聞こえたんだよ。この間も、今日も。聞き間違いじゃないよ。先月も同じことがあったんだよ。ちょっと待ってよ。泥棒じゃないの?鍵ちゃんと閉めてるの?確かめた。この間も同じ目にあったから、確実に閉めたよ。てか、誰も入れないはずだって。大丈夫?普通じゃないよ、焦りっぷりが。ちょっと待ってなよ。今、新宿にいるから、宅って〇〇の家まで行くからさ。10分以内で着くから、それまでコンビニにでも避難してなよ。わかったー、お願い。怖いよ。早く来てー。電話を切った後、一目散で近所のコンビニに駆け込んだ。震えが止まらない。
誰もいないとすれば、まさか、幽霊？あれほどまで、誰も部屋に入り得ないと確認し尽くした後では、そうとしか考えられなかった。恐怖の想像は限りなく広がった。あのクライアントの打ち合わせの前の日だから、2回とも最終月曜の夜だ。時間もほぼ同じ。何？一体何？半泣きになっているところに、先ほどの友達から到着の知らせが、私のいるコンビニまで迎えに来てくれた。尻滅裂ながら、ことの顛末を友達に話す。尋常でない私の怯え方を見て、友達もあながち空耳でもなかろうと思ったようだ。あまりの震えようで、コンビニの店員も怪訝そうな目で見ている。とりあえず、二人で近場のファミレスへ行くことにした。で、夜中に何かぶら下がってたの？うん。見間違えかもしれないけど、今考えてもはっきり見たような気がするんだよ。寝ぼけてたんじゃなくて？かもしれない。でも、こう続くと気のせいでもないような。まさか。じゃ、確かめに行く？またぶら下がってるかもよ。な、なんてこと言うんだよ。怖いよ、またいたら、確実に心臓止まるよ。でも、このままじゃ家帰れないじゃん。確かめて何もいなかったら、見間違えってことで片付くでしょ。あたし、幽霊とか信じないから、そういう人には見えないかもね、クスクス。からかわないでよ、こっちは死活問題だよ。明日の仕事の資料もまとまってないのに。じゃあ、なおさら家に帰らないとダメじゃん。一人じゃないから、大丈夫でしょ。もし何かあったら、警察に電話だよ。大丈夫、安心しなよ。わかった。このままじゃどうにもならないし、確かめてみるよ。時間はすでに、午前1時を遠に回っていた。友達が一緒にいることで、どうにか精神的に安定してきたのか、まさか幽霊だなんて、そんなバカなことがあるもんか。きっと見間違いだから、これで安心して仕事できるよ、きっと。そう自分に言い聞かせながら家路に着いた。部屋の電気はつけたままだ。そういえば鍵だけ閉めて飛び出してきたんだ。エレベーターに乗り5階へ。どうやら私の話を反芻していた友達も、わずかばかり緊張しているようだ。5階までの道のりが妙に長く感じる。ガタン、という音の後、スーッとエレベーターの扉が開いた。踊り場には誰もいない。ごくりと喉を鳴らし、恐る恐る部屋の鍵を開けた。ゆっくりと扉を開ける。リビングから漏れた光に照らされるキッチンには、誰もいない。誰もいなそうじゃない？いや、ベッドの部屋から音が聞こえたんだよ。キッチンからベッドルームを覗くには、リビングを経由する必要がある。友達の背に隠れるようにリビングへ。なぜか私も友達も、ゆっくりと足音を立てずリビングへ向かう。リビングにも誰もいない。ただ PC だけが、機械的なファンの音を鳴らしている。ここまで来ると二人とも無言になった。私も相当緊張しているが、しっかり組んだ腕から、友達の体も硬くなっているのが伝わった。ここで誰もいないのを確認すれば全てが終わる。私の勘違いで全てが片付く。寝室を覗いた瞬間、友達の体が、大きく後ろに尻餅をついた。あ。言葉にならない声を出している友達を見て、全てを悟った。それは、いたのだ。私には恐ろしくて見れなかった。とにかく、この部屋を出よう。私たちはお互いを支え合うようにして、何度も腰を抜かしながら部屋を出た。エレベーターなんて待っていられない。非常階段を駆け下り、当てもなく逃げた。何から逃げているのかわからない。でも、とにかくマンションから離れたい。その一心だった。うちに行こう。友達はそう言い、タクシーを拾い友達宅へ向かった。ぶら下がってた。やっぱりいたんだね。一体何なの？ちゃんと見えた？うん、見た。間違いない。ぶら下がってる。何がぶら下がってたの？あの部屋、すぐに引っ越しな。絶対、あの人だよ。あの人がいたんだよ。あの部屋に。あの人って。じゃあ、ぶら下がってたのは、人間？落ち着いて聞いてよ。友達は、自らにそう言っていたようだ。べっとりと汗をかいている。首がだらっと伸びた人間が、ぶら下がってた。自殺？首吊り自殺？次の日、私は資料をまとめられなかったことから、例のクライアントの担当を下ろされた。事情が事情だが、そんなことを言えばますます立場が悪くなる。
インフルエンザにかかったと会社に告げ、しばらく休暇をもらうことにした。その後、同じく会社を欠勤した友達と二人、管理会社を訪ねた。話をして、指揮令を返してもらえと息巻いている。昨夜、二人が見た光景を管理会社の担当に話した。不思議とおちょくった様子はない。何かあったんでしょ、あの部屋。何かっていうか、自殺してるでしょ、女の人が。そう言うと、抑えたトーンで管理会社の人が答えた。言いにくいお話なんですが、2年ほど前に住んでいらした方がお亡くなりになりまして、〇〇さんの前に入居していた方も、同じことをおっしゃって出て行かれたんです。毎月、決まって変なことが起きるとおっしゃって。確か、その方も最終月曜日と。誰なんですか？女の人ですよね。違いますか？友達がまくし立てる。そうですね。女の方。美容師をされていたようなんですが。5日後の引っ越しの日、そそくさと荷物を運び出す私を見た近所のおばちゃんが、頼んでもいないのにその美容師の話を聞かせてくれた。亡くなっていたのは、30代の女性美容師だという。原宿の店に勤めていたその女性は、最終月曜日の夜中、その部屋で首を吊ったそうだ。なんでも、仕事で若い人の台頭が目覚ましく、年齢の割にはなかなか客がつかないことに悩んでいたそうだ。まあ、どこまでが本当かは眉唾ものだが。首を吊った後、しばらく女性とは音信不通になっていたが、店の方もそんな事情を知っていたので、バックれたのだろうと、そのままにしておいたそうだ。遺体が発見されたのは、一月も後になってからのことだという。周辺からの悪臭に対する苦情で分かったそうだ。この先は私の想像だが、美容院での仕事を終えて、女性は夜遅く帰宅したのだろう。あの音は多分、自らの仕事に絶望した彼女が、首を吊る際の落下音だろう。あの音を思い出すと、首を吊るまでの姿が嫌でも想像できてしまう。悪臭も今となっては辻褄が合う。誰にも見つけてもらえないまま、彼女の亡骸はゆっくりと腐敗し、あの匂いを放っていたのだろう。おつ。おつ、いいよ、いいよ。久々に怖いよ。あげ。なんだよ、怖いじゃねえか。怖かったよ、泣きそうです。恐怖のあまり、メール欄と間違えたじゃねえか。逆切れですよ。リアルで怖い。文章がうまいからぐいぐい引っ張られるね。短編小説かな？うわぁ、今読むんじゃなかった、激しく後悔。なんか普通に出てきちゃってるあたりが淡々と怖い。やっぱ自殺って幽霊が出ちゃうの多いよね。自然死だとそうでもないのに。うちの親父と従業員も自殺者の気配感じちゃったって言ってたよ。私は自殺してしまった人の遺品を、そうとは知らずに長年使ってたけど、何もなかった。優しい人だったのかな。それとも私が鈍感なのか。淡々と、同意。幽霊が、助けてー。とか言ったり足つかんだりとかしてアピールしないし。自殺した人は地獄に落ちるって言うけれど、毎月自殺し続けることがあの幽霊にとっての地獄なのかも。それを偶然見てしまったって感じ。最終の月曜日だけ友達の家に泊まりに行けば、家賃が安上がりで、うまぁ。なんてこと言うんだよ。怖いよ、またいたら、確実に心臓止まるよ。萌え、なんか可愛い。その立地ならそれぐらい我慢しろ。文章がうまいから、長くても読ませるねー。しかも怖い。新年早々、久々の大ヒットかも。一年に一回程度にしといてほしいよな。今から数年前の話である。LINE。僕は某 SNS にハマり、空いた時間はいつも携帯で見ていた。共通の趣味や好きなものを通じて仲良くなった友達がたくさんいた。お互い実際に会ったことはないがそこで会話することで友達になっていた。自分の写真を SNS に出している人もいれば、アニメや動物、芸能人の画像を出している人など様々だ。ある時 SNS にメッセージが届いた。内容は LINE のグループに入らないか、という誘いだった。その LINE は、共通の趣味の人と限定されたグループだった。新しい友達ができると思いその誘いに乗った。LINE の ID を送ってもらいすぐに自分の携帯で検索した。仲良しグループ。こんな感じの名前のグループ名だった。早速グループのチャットに参加し自己紹介をした。ここで自分の名前をレンと名乗った。レンと申します。
〇〇さんから紹介されてきました。よろしくお願いします。あまり固い話し方にならないようにした。すると、いろんな人が自己紹介をし僕の呼びかけに答えてくれた。思ったより他の人たちが優しかったので嬉しくなった。グループ内で会話していると何人かから友達追加が来た。すべて友達に追加しグループで会話しつつ個人の会話もやった。それから空いた時間に LINE を頻繁に見るようになった。友達追加をしてきた者の中でリエという女性がいた。リエは僕より年上の女性で会社に勤めていて一人暮らしをしていた。LINE グループの話や日頃の話をしたりしてすぐに打ち解けた。初めの印象は落ち着いていて優しそうな女性だった。リエは、自分がどこに住んでいて彼氏とは何年続いていてなど、深い話もしてくれた。いろんな話を聞かせてくれるので楽しかったのを覚えている。リエは僕のことをレン君と呼んだ。LINE で会話するときの初めは決まって、レン君、だった。二人で会話するようになって一ヶ月くらい経った頃、リエからある相談を受けた。内容は彼氏の話だった。レン君、彼氏浮気してるかもしれない。どうしよう。浮気？大丈夫かリエ？浮気の証拠を見つけたの？なんだかそんな気がするだけ。最近ちょっとそっけないんだもん。私のこと嫌いになったのかな。そんなことないよ。彼氏さんは仕事が忙しいだけだよ。嫌いになんてなってないよ。ありがとうレン君。嬉しいよ。レン君優しいね。レン君みたいな人が彼氏だったらよかったのに。あはは、ありがとう。気になるなら彼氏さんと話してみたらどう？話してみる。ありがとうレン君。また何かあったら LINE していい？いいよ。いつでもして。これを機に今まで以上にリエから LINE が来るようになった。朝の挨拶から昼の挨拶、夜の挨拶に今日一日何があったかの報告。返事を返さないでいると。今忙しい？お返事待ってるね。私待ってるから。という言葉が送られてくる。仕事が遅くまでかかり、返事が遅れたことを詫びるとたくさんのハートマークの絵文字とともに。気にしないで。の言葉が返ってきた。それから数日たち、LINE のグループみんなでオフ会をしようという話が上がり、僕はそれに参加することになった。リエから LINE で。レン君が参加するなら私も参加する。私たちやっと会えるね。と来た。リエの顔を見たことがなかったので、どんな人なのか想像した。オフ会当日、都内某所のレストランで集まることになった。僕が店に入った頃ほとんど集合していた。自分の名前を名乗ると方々から声をかけられた。想像と違うだとか、声低いんだねー、若いなど。僕自身もみんなそれぞれの名前を聞いて想像と違い驚いた。男だと思っていたのに実際は女の人だったりその逆だったりだ。リエはどこにいるのか探していると、後ろから誰かに腕をつかまれた。レン、はじめまして。つかまれた腕を見ると、そこにいたのはリエではなく黒いスーツを着たダンディーな男性だった。パリコレモデルのような雰囲気に高そうなスーツと黒縁メガネが印象的だった。え、誰ですか？ごめん名前言わないとわからないよね。LINE でヒロミって名前なんだけど思い出した？すぐに思い出した。ヒロミという名前にてっきり女の子だと勘違いしていた人である。わぁ、思い出したよ、はじめまして。ヒロミ男だったんだな。ヒロミって名前は本名なんだ。よく女性と間違われるよ。会えてよかった。そう言うとヒロミは固い握手をした。その時ふと視線を感じ、視線の先を探る。奥の席にいる女性がじーっとこちらを見ていた。僕が首をかしげるとその女性は視線を外してしまった。その女性の名前をまだ知らなかったので後で名前を聞こうと思った。僕はヒロミの隣に座り、LINE グループのみんなと会話や食事を楽しんだ。数十分経つと、それぞれ仲のいい者同士で話すようになった。僕は隣のヒロミとも仲が良かったのでかなり話し込んだ。ヒロミと僕の仕事が似ていたのもあって気があった。仕事での話で盛り上がり、オフ会終わりまで話し続けていた。そろそろオフ会終了します。二次会行く人は会計後に店の前で待っててください。漢字の十兵衛が言った。全二次会行く？明日の仕事朝早くからだから迷ってるんだよね。二次会行かない、僕も仕事早いし。そうか、俺も二次会行くのやめよう。全今度飲みに行こう。飲みに行こう。休みの日分かったら連絡する。またね。ヒロミに別れを告げ一人駅を目指した。ヒロミは車で来たらしく、その車も高そうな車で真っ黒でかっこいい車だった。
リエを探すのを忘れていたことに気づき携帯の LINE を見た。レン君、リエ一番奥の席にいるよ。わかる？さっき握手してた人誰？すごく仲良さそうだね。私よりも仲良さそう。私よりもその人の方が好き？私よりその人の方が好きなんだね。なんか寂しいな。レン君私のこと好き？何件もリエから LINE が来ていた。リエからの返事をしようと文字を打っていると、真後ろから声をかけられた。すみません。レンさんですか？茶色いロングヘアーに赤いマフラーを巻き、ダッフルコートを着た赤い口紅の女性が立っていた。30代半ばくらいに見えた。身長は僕より20センチくらい低いと思う。緊張しているような声でまた僕の名前を呼んだ。はい、レンですがどちら様で？これ。返答に答えずいきなり白い紙袋を渡された。これは何か聞いたが受け取ってくださいの一言のみ。不審に思いつつも一度名前を聞いたが、何も言わず走って逃げていってしまった。なんだれ？怖。携帯を見ると LINE が来ていた。レン君、恥ずかしくて名前言えなかった。ごめん、白い紙袋渡したの私なの。リエだった。袋の中身見てみてねー。私の手作りなの。家に帰ってから見ようと思い、袋を手に歩き出すと、また携帯から通知が。もう、家に帰ってからじゃなくてその場で開けて。開けて。リエからのタイミングが良すぎる LINE に少し驚いた。どこかで見張っているような、そんな気がした。その場で開けて中身を見ると赤いマフラーが入っていた。さっき紙袋を渡してきた女性も赤いマフラーをしていた。やっと開けたね。どうかな？私とお揃いだよ。またもタイミングがいいラインが来たので周りを見渡した。数メートル先の電柱の横から赤い何かが見えた。目を凝らすと、電柱に隠れている赤いマフラーの女が見えた。何か嫌なものを見たような感覚があった。隠れている女を確認する勇気がなかったので、別の道に行きタクシーを捕まえて家路に着いた。その間通知が何件も来ていたが見るのが嫌だった。早朝、身支度を整えた後携帯の LINE の通知を確認すると、十何件もリエから来ていた。昨晩のことを思い出すと LINE を開きたくなかったが、後から確認するより今開いた方がいいと思い見てみた。お揃いのマフラー使ってね。私地方に住んでるから頻繁には都内に来られないけど、また今度レン君に会いに来るね。愛してる。リエには彼氏がいるのに他の男とこんなメールをしていいのか？友達なのに愛してる？お揃いのマフラーを渡すのは彼氏相手じゃないのか？リエの言動や行動が理解できなかった。仕事を終え、リエからの LINE 通知を確認せずグループチャットに入ると。もう、私の LINE 見てよ、寂しい。リエが会話に入ってきた。ごめん今確認すると言いつつ他の子たちと会話をしていると、リエ個人の LINE が来た。レン君、人気者だね。みんなに超好かれてる。私なんてどうでもいいよね。私と話すよりも他の子の方がいいんだね。私のことなんてどうだっていいよね。死にたい。死にたいの言葉に、胃が痛くなるような不快な感覚がした。そんなことないよ。人気者じゃないしみんなと話してるだけだよ。死にたいとかやめろよ。だって、レン君他の人と話してる時の方が楽しそうだもん。私なんか消えた方がいいよね。そんなことないよ。リエと話すのは楽しいよ。嬉しい。ありがとう。レン君大好き愛してる。ありがとうね。この時自分は大変なことをしたような気がした。どうにかリエを落ち着かせ、携帯をテーブルに置き明日の仕事の支度をした。携帯をテーブルに置いたのを忘れたまま次の日になった。スーツに着替えた後携帯がないことに気がついた。5分ほど部屋の中を探し回りテーブルに置いてあるのを見つけ手に取った。LINE の着信が5件あった。リエからだ。着信の後、午前4時13分に。レン君。夢にレン君が出てきて、怖い夢見たの。何度も電話してごめんね。レン君と LINE してるととても安心するの。レン君愛してる。メールの内容の重さに嫌気がさした。リエに対してどう対処していけばいいのかわからなかったので、仕事の休憩時に同僚に話しアドバイスしてもらうことにした。すると。お前すごい女に見染められたな。早いとこ切らないと後々面倒なことになるぞ。そうだよな。もっと早くに切っておけばよかった。ストーカーとかする前に切るべし。こんなになる前にこいつ変だなって思ったら切ることだ。メンヘラ、ヤンデレ怖いぞ。
いきなり連絡を切るのではなく、徐々にフェードアウトすることを勧められその通りやることにした。LINE グループに招待してくれたコニリエのことを話し、自分がグループを抜けることを伝えた。それから仲の良かった数人にも話した。一番ヒロミがリエのことを怖がっていたのを覚えている。グループを抜けた後にすぐにリエから LINE が来たが、適当に嘘を言った。着信が何件か来たが全て無視し、数日後リエの LINE をブロックした。これでやっと普通の日常に戻れると思っていた。が、SNS のメッセージ欄にリエの名前があった。LINE 見てる？返事ちょうだい。寂しいよ。私のこと嫌いになった？私何かしたかな？レン君愛してるよ。愛してる。私のこと嫌いなのね、レン君。私のこと愛してるって言ったのにひどいよ。虫図が走った。僕はリエに一度も愛してると言ったことはない。何を勘違いしてるんだこの人は。不快感と苛立ちで気持ちがいっぱいになった。リエの SNS をブロックせず自分のアカウントを作り直すことにした。全くの別人として。これでやっと解放されると思っていた。が、それは叶わなかった。友達になりませんか？というメッセージに答えた。名前と画像を見て相手を男だと判断した。何通か会話をすると、画像付きのメッセージが来た。ねえ、私のこと覚えてる？レン君。カメラに向かってポーズを決める赤いマフラーをしたリエの顔があった。思わず声を出してしまうほど不気味だった。レン君の友達を伝ってここまで来たの。私すごいでしょ？それだけレン君への愛が大きいってことだよ。レン君愛してる。ストーカーみたいなことやめろよ。レン君のこと話さないもんね。愛してる。すぐに SNS を退会し、二度と SNS 関連はやらないと誓った。約2ヶ月後の夜、その日の僕はいつも以上に疲れ切っていて、自宅に着いたらすぐに寝ようと考えていた。駅から自宅までの距離が普段の倍に感じられた。だんだん頭が痛くなり目の奥が熱くなった。やっと自宅に到着し正面玄関入り口に入り、銀色のポストに手を入れ郵便物がないか探った。ダイヤルに番号を入れれば開くのだが、それをしないで手を突っ込むという横着をした。手に数枚手紙らしきものが触れ、人差し指と中指で挟み引っ張った。その拍子に手紙が地面に散らばってしまった。ノロノロとした動きで手紙を書き集める。一枚だけ妙な手紙が入っていた。手書きのような仕様で封を開けるところにマークのシールがついていた。なんだか嫌な予感がした。恐る恐る封を開けると。レン君愛してる、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 レン君愛してる。リエ。紫色のペンでびっしり書かれていた。急に怖くなり周りにリエがいないか探した。誰もいないことを確認し鍵を開け、エントランスに入った。ガラスのドアが完全に閉まるまで見ていたが、誰も後から来る者はいなかった。リエの件はまだ終わっていなかったのだと痛感した。自室のドアの鍵を開け中に入るとすぐに友人と、犬猿の仲の同僚黒崎に連絡した。この時なぜ黒崎に連絡したのか今でも謎である。黒崎は真面目に話を聞いてくれず、どうせ自分を驚かすための怖い話だとか言って茶化されて電話を切られた。友人は早く引っ越すことを勧めた。他にも何か言っていたが具合が悪くてあまり聞いていなかった。次の日、朝から高熱を出し仕事を休んだ。だるい体を引きずりながら病院へ行き、帰りにスーパーで、お粥を吸うことイダーエンゼリーとガリガリ君を買った。自宅に着くとポストの中を確認した。一枚だけ手紙が入っていた。昨日と全く同じ手紙。リエからのものだった。自室に入ると、今日入っていた手紙と昨日入っていた手紙の外見と中身を写真で撮り、昨晩茶化してきた黒崎に送った。一時間ほど経った頃本人から電話が来た。驚いた様子であったがどこかまだ信じていないような声色だった。今日あった仕事の話と明日の予定を聞き電話を切った。薬とお粥のおかげか次の日、熱は下がり起き上がると多少めまいがする程度に回復した。いつもより早めに出勤し休んだ日にやるはずだった仕事をした。午後になり夕方になり残ったのは僕と黒崎とその他4人。早く終わらせたかったが体がだるく先ほど飲んだ薬が眠気を誘った。左右のこめかみを人差し指で何度も押したり眉間をつねったりして、眠気を覚まそうと試みた。なんとか仕事を終わらせ、いざ帰ろうとカバンを掴んだところで黒崎に肩を叩かれた。お前かなり具合悪そうだけど、大丈夫か？大丈夫なわけないだろ。病み上がりだし家に帰ればポストに気持ち悪い手紙入ってるし最悪だよ。まくし立てるように言ってしまったが、
黒崎は珍しく真剣な顔つきでこちらを見ていた。本当具合悪いんだな。送ってくよ、家まで。親切なお前って気持ち悪いな。でも今回はその行為に甘えるよ。もしかしたらお前のストーカー女を拝めるかもしれないだろ。先ほどの真剣な顔から一変、嫌な笑みを浮かべながら黒崎は言った。やっぱりこいつは嫌な奴だと思った。黒崎の車に乗り、家の場所を伝えると眠気が襲ってきたのでそのまま目を閉じた。もうすぐ家の近くだという声に置き窓を見ると、だんだん自宅に近づいてきていた。家の真ん前に止まると黒崎は入り口付近を凝視していた。降りろ、着いた。ありがとう、助かったよ。寝ぼけ目の状態で黒崎に礼を言い、車から降りた。入り口まであと数メートルのところで後ろから黒崎が大声で叫んだ。おい、忘れ物してる。車戻れ。忘れ物などないはずだ。所持品すべてカバンの中にあるはずである。振り返ると黒崎が必死の形相でこちらを見ていた。いいからこっち来い。お前忘れてるんだって。忘れ物なんてしてない、お前の勘違い。いいから言うこと聞けバカ。こっち来いよ。バカという言葉が勘に触り、かつ黒崎の大声が近所迷惑なので車の方へ行った。お前の声は近所迷惑なんだよ、静かに。わぁ。助手席のドアを開けると、黒崎に思いっきり腕を引っ張られ運転席に乗り上げる形で入れられた。黒崎はすぐに助手席側のドアを閉めると車を急発進させた。何が起きたのかわからなかった。僕は無茶苦茶な体勢を立て直し、今何が起こったのか黒崎に聞こうとした時、黒崎が先に口を開いた。お前の話本当だったんだな。だから本当だって、何度も言っただろうが。それよりなんでいきなり車に乗せたんだよ、嘘までついて。お前もあの家に行くな。すぐに引っ越せ。引っ越し先が決まるまで両親のとこかお前の兄弟の家に泊まれ、行くとこなかったら俺の家でもいいよ。とにかくあの家には絶対戻るな。いつもと調子がおかしい黒崎の方を見ると、ハンドルを握る手は震え真っ青な顔をしていた。どうしたんだよ？どうしてそんなに怖がってるんだ？お前のマンションのでかい入り口のずっと右横の壁、お前見えてなかったのかもしれないけど、髪の長い女が赤いマフラーして包丁持って体育座りしてたんだ。あんな不気味なもの初めて見た？めちゃくちゃ怖い。耳を疑った。その女の特徴を聞き、リエの顔がフラッシュバックした。お前が入り口に近づいていくと、その女がだんだん身を乗り出していってるような気がして。あいつ本気だぞ。警察行った方がいい。黒崎が携帯を取り出し警察に通報した。見た場所、女の特徴、どんな格好をしていたのか、持ち物などの説明をしていた。電車で帰宅していたら今頃どうなっていただろう。考えると怖くなった。この日は家に帰らず黒崎の家に泊めてもらった。警察に事の経緯を説明し送られてきた手紙を見せたが、早く引っ越すこと、見回りを強化することを言われた。事件にならないと本格的に動いてもらえないのだろう。SNS をやっていたって言いましたよね。そこに身元のわかるような写真を載せた記憶はありませんか？そういえば。自宅周辺の写真など調べれば特定できるような写真は危険なんです。個人情報はむやみに公開しないことです。気をつけてください。はい、気をつけます。それから、できるだけ早く引っ越してください。この女性はあなたへの執着心がとても強い。あなたは今とても危険な状態です。数日後、友人に手伝ってもらい引っ越しをした。セキュリティ万全のマンションに引っ越したが、人影を見ると怖い。今もまだどこかで見ているような気がしてならない。私は雲が大嫌いです。それこそ、シャレにならないほどの恐怖を感じます。なぜでしょうか。これは小学校に上がる前の話です。兵庫県の S というところにあるマンションに住んでいました。マンションは敷地内に3棟あったと思います。私の家は、そのうちの1棟の、8階の一番奥にある部屋です。8階には、私と同い年の男の子が私を含め3人いて、みんな仲が良く、いつもマンション内の公園や、敷地内のいろいろな場所で遊んでいました。場所によってはガガンボや雲がたくさんいて、気味が悪い。マンションの背後には大きな山がそびえているせいか、虫がやたらと多いマンションでした。さて、仲良し3人組とは別に、たまに一緒に遊ぶ T 君という男の子がいました。
D 君はマンションの1階に住んでいて、少し内気な感じの子です。外に出て遊び回るより、家の中でおもちゃで遊ぶのが好きだったようで、外遊びが好きな私たちとは、1ヶ月に数度遊ぶ程度の仲だったと思います。ある時、私一人で T 君の家に遊びに行きました。マンションの1階は少し薄暗いのです。さらにその日は曇りだったので、廊下が夜のように暗く、T 君の家に入るまで、かなり心細かったのを覚えています。T 君の家に着くと、T 君と T 君のお母さんが出迎えてくれ、ほっとしました。T 君は救急車やパトカーのミニカーを取り出してきたので、子供なりにストーリーを仕立てて、二人で遊んでいました。しばらく遊んでいて、ふと視線を上げると、T 君の部屋のタンスの上に、見慣れないおもちゃが置いてあることに気がつきました。下から見上げる限りでは、レールが立体的に交差した造形しか判別できませんが、いかにも面白そうなおもちゃです。あのおもちゃで遊ぼうよ、と、T 君に頼みました。すると T 君はそっけなく、壊れてるから遊べないよ、〇〇君が壊したんじゃないか。と言います。〇〇君とは私のこと。びっくりして、嘘だー。あんなおもちゃ見たことないよ、と言い返すと、この前遊びに来た時壊したじゃないか、と言い張るのです。全く記憶にないことです。ちょうどその時、T 君のお母さんが部屋に入ってきて、タンスに洗濯した服をしまい始めました。T 君が、僕があのおもちゃを壊したって言うんだよ、と、T 君のお母さんに訴えました。だって〇〇君、この前遊びに来た時壊したでしょう。と、T 君のお母さん。当時4歳か5歳だったと思いますが、私は3歳ぐらいからの記憶が割とはっきりと残っています。すでに物心ついていましたので、友達のおもちゃを壊したかどうかくらいは判断できます。断じてそんな記憶はありませんし、そもそも、そのおもちゃを見るのは初めてなわけです。どうしてそんなこと言うの？僕は壊してないよ。この前遊んでて壊したじゃないか。そうよねー、〇〇くんが壊したから遊べなくなったのよね。その時はもちろんこの言葉を知りませんでしたが、生まれて初めて不条理を感じた瞬間だったと思います。しばらく必死に記憶をたどって、以前に T 君の家に遊びに来た時のことを思い出そうとしてみましたが、やはり何も覚えていませんでした。その場にいたたまれなくなり、自分の家に帰りました。私にとってはかなりショックな出来事で、帰宅しても親に話せません。その後間もなく、私たち一家は東京へと引っ越ししてしまったので、T 君のおもちゃのことは、不可解なままになってしまいました。その後、私はおばから誕生日の贈り物に、幼年向けのファーブル昆虫記をもらい、大変に気に入って何度も何度も読み返していたので、虫がとても好きになりました。引っ越した先は東京にしては自然が多い地区でしたので、外に出てはいろんな虫を捕まえて遊んでいました。ただ、どうしても雲だけは好きになれません。好きになれないどころではない、雲のことを考えるだけで身の毛がよだつ思いがします。ファーブル昆虫記にも雲の話は載っていて、お話としては非常に面白いのですが、小学校、中学校、高校と、いつまで経っても私の雲嫌いは治りませんでした。ある日、幼い頃育ったマンションでの日々について、母親と思い出話を語ることがありました。いろいろ懐かしく思い出しながら話しているうちに、お前は今でも雲が大嫌いだけど、子供の頃は本当にひどかった。夜中にいきなり、雲は嫌だーって叫び始めるんだよ。先に書いた通り、私は自分では割と小さい頃の記憶がある方だと思っている。でも、夜中に泣き出したという記憶は全然ないわけです。母親が語るには、私の泣き叫ぶ様があまりにも真に迫っていて、まるでそこに本当に雲がいるかのように怯えていたそうです。寝ぼけたというような生優しいものではなく、錯乱状態と言っても良いぐらいで、気でも違ったように見えた。そんなことが何度も続くので、病院に連れて行った方がいいのではと、悩んだほどだそうなのです。そこで少し、自分の記憶があやふやになってきました。いくらなんでも、そんなことがあったら覚えているんじゃないか？でも全く覚えていない。はっとしました。こういうことは前にもあったなー。そうだ、T 君のおもちゃのことだ。そこで何か思い出しそうになり、T 君の薄暗い部屋のイメージが、頭の中にフラッシュバックしてきました。でも、はっきりと思い出す前に、記憶の糸がふっと途切れてしまい、それ以上は思い出せません。その時母親が、あのマンションは裏手が山だったから、大きな雲がたまに出たんだよねー。大人の手くらいあるやつ。あんな大きな雲、子供が見たら、すごい大きさに見えるだろうねー。
と言いました。その瞬間、私の頭の中にいくつかのイメージが同時に駆け巡り、気がつくと私は頭を抱えてうー、と唸っていました。すんでのところで叫び声を抑えていました。D 君の部屋で走り回っている時に転んで、あのレールのおもちゃの上に倒れ込む瞬間、床を叩きながら泣いて私を非難する T 君。T 君に、どうすれば〇〇君を許す?と聞く T 君のお母さん。T 君のお母さんが、彼女の手より大きな雲を掴んで、僕の口に、感触が、私の母親は驚いたことでしょう。私は逃げるように自分の部屋まで走り、そのまま布団をかぶって、頭の中に蘇ってくるイメージを消そうともがきました。その日は朝まで眠れずに記憶と葛藤し、その後数週間は、日常生活の合間に蘇ってくる記憶に苛まれ続けました。何しろ人と会っていても、いきなり頭を抱えてうめき始めるわけです。頭がおかしくなったと思った人もいたでしょう。雲を食べれば、許す。じゃあ、雲取ってくるね。冗談かと思いきや、数分も経たぬうち戻ってくる D 君のお母さん。廊下に巣を張ってる雲を取ろうと思ってたんだけど、すごい大きな雲がいたからそっちの方を取ってきた。うわ、でっか。ほうらまるまるくん、食べなさい。今ではわかる。D 君の母親は、本気で雲を食べさせようとしたわけじゃない。でも、彼女の目は、火薬の喜びに満ちていた。彼女はひとしきり大きな雲を私の口の周りになすりつけると、ひょいと窓から雲を捨て、お母さんに言っちゃダメよ。と、恐ろしい顔をしていった。そして T 君にも、これで〇〇君を許してあげなさい。と叱りつけた。これが私の、雲を嫌いになった理由です。作業ははかどりましたか?また一緒に作業しましょうね。では、またねー。